こんにちは。2018年8月7日です。シャリにやってまいりました。緑の工房シャリそよ風キャンプ場というとこです。ここに、行きまして、管理人さんと少しお話しさせていただきました。仕事を退職されて、第二の人生だということです。4月から10月までの、シーズンにここで、管理人をしているということです。朝から晩まで、今の時期は朝から晩まで草刈りだよというふうに言っておられました。まあ、ちょっと話聞きますと、まあ、それも非常に気を使っていらっしゃって、キャンプの方がいらっしゃるときに、エンジン音をかけてうるさい音を立てながら草刈りすることには、まあ、あまりできないんで、あまりお客さんのいないときを見計らって、きれいにして、お客さんが来たときにおとなしくしているということです。まあ、それに皆さん本当に気を使って快適な環境を整えてくれてるなっていうのはよく分かるお話でした。そして、まあ、見させてくださいって言いました。いや、ここ見ても何もないよ、面白くないよと言いながらも言ってたんですけども、いや、そんなことありません。本州から来た方はこういうのがいいんですよって言ってたんですけども、まあ、ずっとここにいると、まあ、あまり面白くないのかもしれませんけども、非常に、のんびりした、非常にいい、環境です。特に、この季節は、最高にいいんじゃないかなというふうに、思いました。本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。失礼いたします。